続いてはモノマネボシボルーレット対決。栗田貫一の代表ネタであるモシモシリーズ。杉下右京が杉ちゃんだったらワイルドですね。このモシモシリーズを当番組が誇る実力者で次々アレンジ。白組は栗田貫一率いるモノマネイブシギン。対する赤組は友近率いるモノマネハンダク。さまざまなモシモがザクザク登場。一体どうなる。もしも瀬川瑛子が携帯のバイブ音だったら、明石家さんまが格好だったら、阿部寛がバイク音だったら、バン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 アリーナ、バン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 アリーナ、バン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 アリーナ。美川憲一が SNS の音だったら、LINE。 小林明がファックスの音だったら、ピポパポピトルルトルルカタパーチャーラララチャッマヤミキがですよだったら、トゥイモーダー。三輪明宏が仏壇のコマーシャルソングを歌ったら、お仏壇の長谷川氷室京介が氷川きよしに愛の手を入れたら、全全然全だか全然全然だか全然。五木ひろしが、マックのポテトが上がる音だったら、ピロピ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 。武田鉄矢が古いドアだったら、はい。五木ひろしが F1 だったら、中尾明が納豆だったら、ネバ。藤原竜也が氷川きよしに愛の手を入れたら、全全然全だか清し、全然全だか清し。細川たかしがお風呂の沸く音だったら、あー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 じゃあー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 ちょっと高すぎたら、あー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 お風呂が沸きました。